さまこんにちは。政治エンターテインメントニュースに関するチャンネルでございます。これから本日のトップニュースをご覧ください。写真拡大、木村拓哉主演の TBS 系連続ドラマ、グランメゾン東京、日曜、19:00が29日、最終回を迎えた。ネタバラシになってしまう。現時点、29日午後11時では、あらすじなどについて、詳細には触れないが、クライマックスで、尾花夏樹役の木村が、速水智子役の鈴木京香に見せた、表情、仕草。ネット上は胸キュン。放送が終わり、木村拓哉さすがすぎる、キムタクはやっぱりキムタクだった、やっぱキムタクすごいなと思った、キムタクって改めてすごいよねな、キムタク何歳なってもかっけえな、キムタクかっけ、キムタクマジで永遠にかっこいいなどの感想が殺到。続編に期待する声とともに多数のメッセージが書き